皆さんこんにちは、三重県四日市市水沢というところに来ています。周りで作られたお茶を、うん、あのその産地で食べれる、うん、飲めるっていう良さがありますよね、うんうん、そうですね。あれもやってますね。新芽もやってますもんね、うん、あ、そう、新芽を畑に自分で取りに行っていただいてすぐ天ぷらに、うん、はい、もう取ったやつを持ってきたらすぐ天ぷらにして で、出来たての新茶と一緒に食べていただくっていう、最高です、うん。本当にあれゴールデンウィークの、うん、最初は閉店してたんですよ、実は。ああ数年はゴールデンウィークお茶のね、そう、忙しいので、ね、やってる場合じゃないと、ね、茶農家にとっては最も忙しい時期、ね、最も忙しい時期なので、うん、何年かも休んでたんですけど、まあお客様に、いやいや反対やぞって言われて、うん、新茶時期こそお客さんはここでお茶を飲みたいんだから、休むのはおかしいんじゃないかって怒られまして。なるほど、はあ、もうそれ目から鱗ですよね。ほんと茶農家のその常識あったから ね、うん、そうですよね、確かに、うん、なんか一般の人から見たら、はあ、一番5月 の、 あの頭の時期ってお茶のイメージそうですよね。そうなんですよね、やはり来たいですよね茶どころ、うん、まあ、そりゃそうやと思うんで、まあ多分普通の茶農家やったらえって多分思うと思います、うん、そんなじゃあ畑どうするんって取ることの方が大事やろって言われると思うんですけど、やっぱりそこは、まあ、キヨちゃんがああい こう全然違うところから、うん、環境から来てるから、まあそらそうやとじゃあ畑の方にアルバイトさんを入ってもらって、まあ、その分カフェ営業したらいいやん、うん、で、まあ、まあおじいさんとばもまあそうやねみたいな感じになって、でそこからこっちを営業、もう逆に毎日開けちゃうと、うん、新茶時期に、新茶時期はもう、はい、普段は木金土だけど、すごい毎日。最初のきっかけ的には、うん、バーヤンたちがそのイメージもあったわけですかね、うん、そういうわけではなくて、あ、全く、あ、そういうわけじゃない、はい、だからやっぱカナさんたちで、うん、そういうのやろうかみたいな話、多分私が一人で突っ走ったと思います突っ走った、はい、はあ、当時は母親は多分反対やったの で、 あで妹がちょっと遠方に住んでたので、ちょっとまあ1週間ぐらい遊んでおいでよって感じで、母親をいない間に、あ、ええ、男性陣を味方につけて、はい、父親と旦那をですね、使いまして、はい、ちゃちゃっと1週間の間に、はあ、ここお店にチェンジしちゃって、はい、はい、しました。お買ってきたらお店ができてますと、はい、もう反対できない、そうですよね、うん、はあ、いや、それは思い切りもね、時にはそうですね、今ではでも一番協力者ですから、うんうんね、三重県からその18で東京出た時に、あまりにも三重県のお茶が知られてない、え、三重県ってお茶作っとんのくらいになったのが、もうガーンって感じ、すごい衝撃でした、その時は。で衝撃で、まあ、最初はなんかショックっていうか、え、みんな知らんのぐらいだったのが、なんかだんだんなんでだろうと か、 なんか悔しいなと思うようになってきて、そうやったらもうなんかこうで、25で帰ってきて就農した時に、まあ、最初は畑一緒に父親と母親のもとで、まあ、旦那と一緒に2人でこう修行というか教えてもらってたんですけど、やっぱり子供ができるとなんかこう畑って息づらくなってきちゃって、そうなったらもう子育てしながらなんか自分にできることないかなと思って、でちょうど社会人に働いてた頃にこういう日本茶カフェの立ち上げに携わっていたので、じゃあ、 あの1人でやればいいやと思って始めたの。はい、そしたらもう子供がやっぱり小さいから、バーヤンも反対するからいない間にやっちゃえと。なるほど、
はい、あ、それがうまくいったわけですね、うん、ねえ、だから一番驚いてるのは多分私です。正直もう今年10年なんですけど、10年カフェができて、そうなんですけど、びっくりですよね、うん、お店がしっかり続いてるのも、今日お店、はい、様子を見てても、はい、まあ、研修に来てた時もそうなんですけど、うんうん、コミュニケーションがすごい大事だなとは。そうですね、今お話ししたい方っていっぱいいるんですよね、うんうん、そういう時にやっぱお茶あると話のきっかけにもなるし、お客さん同士がお話ししたりとかもね、今日もあったと思うんですけど、知らない人同士がお茶があると喋ったりとか、多分まあこの昔の雰囲気とお茶があるとこうなんかゆっくりするんですかね、うん、ここ間にね、こうしてお茶があるっていうのがいいですよね、うんうん、ですよね。で、家族みんなが喋るの好きやから、まあ、あのずっと研修期間、あの、行ってもらって一番分かってると思うんですけど、こうなんなので、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。もうね、今日は、はい、あのご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、遠いところから。Thank you.